作家で、風俗嬢だったんですが、若干29歳の若さで亡くなられた、夏目ひかるさんの小説磯江姫を読んでいきます。その中のただ欲しかったの場面の一部分です。はい、ちょっとですね、風俗嬢さんの、視点から経験談を書きますので、ちょっとそういうのは苦手だなという方は、止めてもらった方がいいかもしれない。はい、それでは始めます。短い時間とはいえ、1日に8人もの相手を男を相手にすると、さすがに局部を焼きつくようにヒリヒリと痛み、途中からは粘膜麻酔薬を塗り込んで対応したが、それは結局少しの間痛みを麻酔させるだけの効果しかなく、傷が治ったわけではないのだ。ですね、やっぱりプロ、仕事として、女性の大事な場所を使うわけですから、1日に、ね、もう何人もの方と交わるわけですよね。そうすると、おそらく粘膜でできているので、弱いので、使いすぎるとそれなりにね、怪我したりとかするんでしょうね。例えばほら、工場で、手を使いすぎると腱鞘炎が多い工場とかもありますよね。それとほぼ同じような感じで、やはり女性のあそこだって使いすぎるとね、それなりに疲弊するんでしょうね。はい、本当はシャワーの湯さえも閉めてつらい。そんなに、あそこがね、傷んでしまってるってことですね。しかし平日に8本という数字に私はまあまあ満足していた。はい、同じ時間ここに座って2本しかつけなかった子もいる。ちょっと比べるのは卑しいけれど、たった2人しか選ばれなかった女もいるのだ。商売上はね、お客様から、たくさん選ばれたっていうふうに、承認欲求が得られたってことですね。まあ稼げたってことでもありますね。でもその分ね、まあ、体をこけ使ってて疲弊してるってことですね。はい、実物を目の前にして吟味する客の目は正直で厳しい。今日の私には8人の男の性欲を満たす需要があった。ということは、少なくとも8人分は確かに自分に存在価値があったと考えていいと思う。それは大変喜ばしいことである。というふうにですね、まあ、商売上はうまくいったっていうふうに喜びの言葉を述べてますが、まあ、賛否両論でしょうね。はい、自分がここまで存在価値をというものに固執する理由はわからない。ただ、いつも誰かに必要とされていないと不安でたまらないのだ。実の父が飛び降り自殺をし、ことあるごとにヒステリーの母に殴られ、義理の父に罵られ続けて育ったせいにはしたくないが、物心ついた頃から私はひどく飢えていて、出身期以降に無性に他人の肌のぬくもりを欲していた。まあ、要するにちょっと愛に飢えていたので、その分をですね、承認欲求を満たすことで埋めようとするようになったのかもしれないですね。処女だって今は援助交際と呼ぶのか、中学の時に当時のダイヤル Q2 で引っ掛けた知らない親父に簡単に売り払ってしまったくらいだ。ちょっと悲しい処女の失い方ですよね。まあ、できたらね、好きな人に捧げたいですよね。まあ、理想を言うと。知らないおじさんにね、あげちゃうなんてなんかもったいない気がします。自分以外のものには触れられたい、優しくされたい、あるのはそれだけだった。本当はお金なんかもらわなくてもいいのだけど、お金こそが今のところ私が客観的に判断できる唯一の形あるもの。束の間といえども受け入れられ愛された証だから、選ばれて体を売り、対価として金銭を受け取るこの仕事が私には合っているのだと思う。まがいもので構わないから愛が欲しい。その代わりに とてつもなくたくさんたくさん欲しい。
という、少女の、心の叫びのようなのが、聞こえてくる感じがします。自分に経験がないのでよくわからないですけど、ね、1日に8本ということは違うおちんちんを8本も自分の体の中に入れるんですよね。ねえ、しかも、ねえ、結構、こっちは疲弊してるけど、ね、相手は多分性欲を満たすために激しいことをやってくると思うんですね。まあ、それではね、疲弊してしまいますよね。普通に考えて自分の体を大切にできているとは言い難いと思いますね。たとえお金のためとはいえ、体も傷ついてるかもしれないけど、心も傷つくはずです。好きでやる分には別に構わないんですが、とてもね、おすすめできる行動ではないと思いますね。傷つくのはやっぱ自分だから、やる前にしっかり考えた方がいいかなとは思いますね。はい、こんな感じで、読んでいきたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。